入りまして。まだほら、ルーティン覚えてないから、俺も。やっぱり、あれだな、ラジオの帝王だな。うまいもん。もう、無駄がないもん、10分間。もうラジオのモンスターって言われてんだよ、俺。ラジオモンスターですか。ジャンクのテープを持ってたんだ、こっちに。ジャンクの音を、こっちにテープ持ってきて、こっちでかけましょうって言ったんだろ、違うの。あれは。すごいよな、もう、やっぱり。かき穴さんからの、はい。そうなんだよ。はい。今のカッキーじゃないの？カッキーじゃないですね。カッキーは。カッキー今日新聞出てたから大きく。大きく。カッキー、そうですね、ほら。なぁ。帯番組。そうだよ。こうやろって、おっちゃこちゃの記者がいるんだよ。おっちゃこちゃ。よく知ってんで、ね、これ取材来た時あったもん。もう誰取材してんのって言ったら、カッキーです、カッキーだ。柿原さんです。大きく出てますよ。あなたとハッピー。すごい。ご自身超売れっ子ですと。いやー、やっぱりやだな。移住がうまいな。やっぱり。うん。もうだって無駄にしないもん、10分間を。ぐっとこうさ。そうつかないもん。うまい。名人芸。嘘だ、ぴょーん。エイプリルフールだ、ぴょーん。何やってんだろ、10分、お前。今時エイプリル使う人いないよ、お前。今時この時代に。4月1日。嘘だ、ぴょーん。うまくねえよ、大して。嘘だ、ぴょーん。これ大変だ、毎日やんだよ、これ。そうなんですね。だから毎日あれ、生って気がつかせないのがすごいよな。技術だろうな、腕。だってほら、録音かと思うじゃん、聞いてると。はい。だってさっき見かけたもんな。スーッと大きい人見かけてない。スーッと。三浦さんじゃなくて。トイレ行くとき。見かけたよ。見かけた。あれ、伊集院だろ、あれ。伊集院さん。さすが。気がつかせない。これが腕だよ、お前。さすが、ね。円楽一門だろ、お前。すごいよ。その師匠が俺だよ、お前。その師匠。やっぱ腕が違うもんだって。いやこれからじゃあ毎日。毎日、伊集院さんが入ることでございます。じゃあ、こう、段取りっていうかね、流れがちょっと変わっちゃったから。はい、そうですね。そうなんだよ。はい、11時前に、もう、カキは、伸び伸びスキップしながら。お疲れ様でした。それでは、高田先生、11時半、楽しみにーなんて、スキップして帰ってたもん、だって。スキップして、ルンルンだって。忙しいなんて言ってましたよ。そうだよ。何がなんだか分かんないよ。はい、まあ、慣れるのまでしょうがないね、これ。そうですね。No、 はい。だって夕方もやってんだろ、愛人。夕方やってます。夕方もやってる。よくわかんないね、これも。はい。4月からいろいろ変わりますね、やっぱ3月31日。それどこじゃないよ、お前。山根祐樹が結婚したよ、お前。俺はもうずっと心配したんだ、お前。ライブだってやったんだよ、もうでっかいところで。アリーナ、どこだっけ、行った。横浜アリーナ？あ、てっちゃんとないところ？てっちゃんところ？てっちゃんところ。やったところ。あそこいっぱいになったんだ。俺も駆けつけたんだから。いいですね。先生も行きました。もちろん、だからもう今日は、もう今からもう何十時間後？ 12 時間後、はい、はい。オールナイト日本。今日からスタートだから。あ、じゃあ。もうな。結婚の。もう今からハラハラして。お話を。俺の仕掛けだから。今日発表しようと。先生仕掛けますね。仕掛けるよ、お前。仕掛けますね。アイドル界だって、お前首突っ込みよ、お前。先生仕掛けますね。デブ界からアイドル界まで。一応考えんとかないとさ、一応さ、ほら。たけしさんからアイドルまで。大きい目でこっちだと、もう大師からアイドルまでだから。流れ見てますね、先生。首突っ込んだって今いないから、年寄りしっかりしてる。物を言う年寄りがね。だから芸能界もほら、こういう人が一人ぐらい残ってないとさ、全部知ってるから。だから今日はね。絶対見てはい。あの、なんだっけ山田さんが。なんとか、山の七瀬ちゃん。はい。誰だっけなんとか。西野七瀬ちゃんと。え、七瀬って言ってたよね、前。なんだっけが結婚されて。で、その前に七瀬って言ったじゃん。誰も知らない。相川七瀬だ。誰知らない。相川七瀬。本当に IQ低いんだよ、みんな。スタッフは全員。え、そんな人に無線に飲むだって全員で。七瀬いたろ、大スターが、お前。すいません。それで相川七瀬と間違えるっていうボケじゃねえか、俺の。お前、独特の、お前。独特の。それが、お前、誰も知らないんだもん。話を。七瀬ちゃんいましたっけ？知らないんだもん。今日あんだよ、俺らと日本で。ね。そうだ、西野七瀬ちゃん。この子はどこから出てきたかな？この方は、うん、乃木坂46の。乃木坂の子か。はい。まあ、ちょっと品があるからな、ね、ユニフォーム着てるから、こうやってね。お揃いの来てる子だろ、乃木坂って。知ってんの？知らないじゃないの、まあ。乃木坂。そうだろ、乃木坂だろ、お前。すごいよ。乃木坂よりは、あれだよな、道玄坂が大変だよ、お前。道玄坂が大変だよ、今。アドマチック見た？すごかった、100円ならやってたぞ、お前。すごいよ、お前。アドマチック天国。すごいよ。道玄坂。あんな狭いところさ、ぐるぐる、強引に店探してさ、カメラ、こう、きついんだもん。だって、この狭くて坂のところさ、押されちゃってさ、もう、森田義満の家、避けて撮ったりなんかしてさ、あいつに避けられちゃったりしてさ、大変だよ、お前。ひしめきはちょっと。ああ、そこはすごいよ。すごいですね。だって、うん。だって、昔、もともと関東大震災が100年前にあって、はい、だから、いっぱい下町がバーっとね、大変だったろ。で、あっちの方のお店が結構、わーって来たんで、こっちに、山の手に、渋谷の方にお店出すんで、いろいろと。それで100軒だろ、100軒のお店ができたっつうんで。で、百何十軒、200軒。近い店ができてるの、新しい。おふくろそこに生まれて育ってからね、うちはさ。だからさ、渋谷ですからね。それでさ、100軒だらできて。ほいで大変だったよ、お前。ストリップ劇場作るんだよ、お前。大変だったんだよ、お前。で、バッと、
カメラこう振っても振ってもさ、必ず、道頓堀劇場って映っちゃうんだよ。映っちゃう。映り込んじゃうから。看板がでかいからさ、どこにカメラ振ってもさ、映り込んじゃう。スリック映っちゃうんだよ、道頓堀劇場って。な、で、あそこもさ、あその大将がさ、はい、劇場主が最初さ、この劇場作るときに、発注するじゃん、看板屋に。はい、看板屋に。で、じゃあ道玄坂にあるから、道玄坂劇場ね。って言ったんだよ。それ看板作ってね。道玄坂劇場だろ、当然、はい。言ったんだよ。受け負ったさ、看板屋がおちょこちょいでさ、あ、わかった、俺みたいなやつでさ、よし、みんなまで言うな、みたいな。よし、わかった、作っとくやつよ。はい、わかった、道玄坂劇場ね。わかったって、できたのが道頓堀劇場だった。漢字3文字で似てるじゃん、道玄坂も道頓堀も。でも大阪じゃないんだから、これ東京なんだ、おっちょこちょいなんだ。おっちょこちょいだから、道と聞いたら道頓堀だと。そう、漢字3文字だろ、道頓堀、道玄坂って発注したのに道頓堀作っちゃった。もうできちゃった。小屋主が小屋主でさ、うん、作っちゃったからもういいやだって、それで。もう勝てちゃいだって。小西に続いてんだよ、未だに。勝てちゃいだって。作り直しちゃいいだろ。発注ミス。そうだよ、お前。あそこでコントやったの赤信号だからね。杉平介さんのところで。杉師匠と。はい、そう大変なんだよ。歴史がありますね、先生。いや、山田五郎がうまいこと言って、俺はそういう言葉は知らなかったんだけどさ。だから要するに大体、坂があるってさ、大体、民家っていうかさ、普通のお家、はい、住宅が坂の上にあって、はい、で、商店街とか、そう劇場とか旅館とかホテルとかさ、ストリップが下にあるもんじゃない。唯一日本でさ、坂の上にストリップ劇場とラブホがあるところってのは、あそこしかないっつってさ、なだ坂上がった上にラブホテルやなんかさ、あと昔の料亭とかさ、はい、森田家だよ、森田家の実家とかな、はい、そういう色っぽいところがいっぱいあるわけだよ。坂の上に。それ、これを我々、愛の坂上がりって。うまいね。ちょっとこれは我々若い頃は、愛の坂上がりって言ったんですよ。言わねえよ、お前、あんなこと。山田五郎が言うんだよ。いや、若い頃言ったんですよ、我々は愛の坂上がりしようかとか言って。ちょっと坂上がって、あるから、ラブホがあるから上にな。だから昔の料亭の名残なんだ、あれだ、昔のな。そうですね。そう、ラブホがいっぱいあってな。そうなんだよ。先生が育ったところですもんね。だから全然さ、わかんないんだよ。もう今若い人たちがさ、お店、シャレったお店いっぱい作っちゃってさ。そうですね。はい。だから昔のシーンとか出てこないんだよ、もうあの辺が。だから神社とさ、あれしか。それで唯一道玄坂映ったのはさ、恋文横丁がさ、昔ここにありましたっていうな、歴史的な話。先生のブログであったそうね、恋文横丁ってあるんだよ、昔の話、はい。戦争が終わって、当時の、まあ、なんつうかね、売春っていうか、パンパンっていうか、ね、言っちゃいけないんだろうけどさ、まあそういう人たちが言うだろ、その米兵と恋をするじゃない。はい、あまり、ワシントンハイツがあるから。はあ、で、米兵と恋をしたけど、手紙書かなきゃいけないだろ。はい、大筆屋がいたんだよ、あそこに。横丁の、霊峡のところ、中華料理の、台湾料理の。あそこに何件か英語が書ける人がいたんだよ。で、代わりに書いてあげるから、気持ちをこうやって、アクがだからアメリカ兵に渡したから。お手紙を書きたいんだけど。で、お金もらって、英語で全部書いてある。大書屋だよ、落語の。訳して書いてくれる。全部書いてくれるの。そうなんだよ。それが、で、名残が恋文横丁って、恋があそこに何件か、今で言えば駅舎みたいな感じでね、ポツンポツンポツンいたんだよ。で、そのシーンを、恋文っていう小説に書いて、大ベストセラーになったのが、俺の名付け親なんで、丹羽文雄先生。ふみよって文言うな、エサポス。はい。丹羽先生の原作が大ベストセラーだったんで、こういう文言ってそこの話を渋谷のあそこ書いて。ね、じゃそれを当時の大女優、もう一番の大女優だよ。田中絹代が映画にしたいって言って、はい、第一回作品なんだよ。映画監督の。田中絹代の最初に作った映画がこういう文言なんだよ。その原作が俺なんだよ。原作が俺ってことないけど、俺のゴッドファーザーな。そうですよ。丹羽先生の名前だから。そういうことだよ。それだから、チラッと映ったんだよ。恋文横丁ってのは説明がな。昔はここにありましたよっていうのをやってたけど。まあそういうことだな。あんなちっちゃい狭い街でもさ、はい、そういろんな歴史があるんだよ。あそこでもな。いや、100件だらやるとは思わなかったからさ。お前本当にさ、最近の二人知ってんの、お前。田中裕樹と西野七瀬だろ。ね、はい。あとじゃあ。いや、山田裕樹君と西野七瀬ちゃん。うん、ゃ小山慶一郎は誰相手。え小山慶一郎。小山慶一郎さんの相手、うん、ニュース。ほらもう相手全員ハテナだもんな。じゃあね、中丸雄一。ほらみんなハテナだろ。ほら全員女性のこんなスタッフいるわ。ハテ興味ないんだよ。みんな誰一人アイドル興味ない ね, 今ね。誰も知らないんだもん。じゃあ堂本剛。桃色クローバーのかなこちゃん。何かなこ。何かなこ。何かなこ。桃田かなこちゃん。そう、はい、松井玲奈ちゃん旦那は。松井玲奈ちゃん歌手、
誰も知らない。もう誰も知らないな。じゃあね、あ、水戸ちゃん、日テレの水戸ちゃんの旦那は誰？俳優だね。これ有名だ。俳優さん、はい。有名。もう主役だよ、主役な。うんってうなずいて名前出てね。中村さん、中村俊。そう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 。はい、え、俊介？中村サッカーやっちゃうだろ、お前したら、お前。それはキャリーパミパミ。もう知らないんだから、みんな。キャリーパミュパミュさん。俺逆に今この新聞読んでさ、俺がショック受けたんだけどさ、はい、あの、って結婚してたの、こう二人と思ったんだけどさ、はい、あの、ジェネレーションズ、はい、あの、片金じゃねえ、なんだっけ、片寄せってのあれ、片寄せさん、片寄せの奥様は誰、びっくりした俺これ、え、これも知らないのみんな、片金だね、それは畑金次郎さんになります、畑金さん、片寄せくんでしょ、ジェネレーションの奥さんは誰、まあ、リスナーもみんな怒ってるよ、お前もうみんな。あれだけ有名な人知らないのみんなって。土屋さん？あ、ヒントやってるか、新聞見て。新聞見て。土屋。ナイツの土屋。土屋さん。ナイツの土屋じゃないだろ、お前。違うんだよ、正解が。ささやくんじゃないよ、ナイツの土屋。土屋太鳳だよ、お前。天下の。夫婦なんだよ。夫婦だって知ってた？知らないんだよ。みんなやり知らないんだね。あ、まあ、興味もないんだろうけどな。もうラッシュです。すごいラッシュですね。ああ、それだけでさ、じゃあ、4月1日だから、今のはエブリル風じゃないですよ。あ、本当の話ですからね。本当の実話ですね。はい。はい、そうでございます。不適切が終わって、無事に終わって。そうなんです。3月31日、やっぱ不適切も最終回、不思議発見も最終回でした、ね。そうだ、みんな終わっちゃったんだよ。笑点、木久扇さんが。そうそう、サンデーモーニング。おとつい、大田君に来てもらってさ、ちょっと密会したんだよ。爆笑問題、大田君と。はい、結局、あいつもさ、寂しそうに、俺も寂しそうに。ああ、不適切終わっちゃった。お互い情けねえ。終わっちゃったな、太田、ね。先生、終わっちゃいましたね、不適切。くどかん頑張ったな。でも結構きつい目にあったらしいですよ、局内では。反対意見が多くてだって。そりゃそうだよ、あれ通すの大変だもんな。そうですよね。でもよく通しましたよね、あれを TBS の中でね。大ヒット、面白かったですね。まあ、じゃあ電車の、はい、情報なんだ。はい、電車に関する情報をここでお伝えします。人身事故の影響で運転を見合わせておりました JR 内房線は午前11時20分ごろ全線で運転を再開いたしました、はい。ただ、ダイヤの乱れが発生しております。ご利用される方はご注意ください。はい、それではそろそろ参りましょう。はい、毒好き系ピン芸人、お見送り芸人、しんいちさん生登場です。はい、高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。さあ、そういうわけで今日ははい、お見送り芸人、しんいちさんが早いですよ、はい、入りが、先生。早いよ。入りが早いです。もう毒ピュッピュ吐いてるから。もうピュッピュ吐いてるもん。うん。はい、12時からの登場でございます。はい、そんなこんなで今日も1時まで生放送。日本放送ラジオビバリーヒルズ。口の減らないやつ、この時間はユータッチ白鶴酒造がお送りします。凄麺って麺がすごいですよね。その技術、10年以上かけて開発した凄麺オリジナルらしいですよ。え？麺だけで10年、そりゃすごいわけだ。生麺みたいで他とは違うよね。麺がすごいから凄麺、ニュータッチ凄麺。うまいヌードルニュータッチ。こんにちは、小沢幸男です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたも救済の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。日本放送ラジオビバリー
じゃあメールとファックスね、はい、本日のゲスト、お見送り芸人しんいちさんへの質問、どしどしと送ってください、はい、そして今日4月1日は何の日、トレーニングの日、トレーニング、はい、はい、こちら4月1日が年度始めということで、この日からトレーニング開始を意識してもらおうということで、スポーツ用品メーカーのショップが1994年から提唱しております。テーマ、私とトレーニング、はい、トレーニングで思い浮かぶことをね、いろいろと書いてください、はい、はい、送ってください、はい、メールはヒルズアットマーク 1242.com、 ファックスは0570-02-1242、 抽選で3名様にビバリーの名シールを差し上げます。はい、待ってます。建設業のうちが今やるべきことは？現場のデジタル化ですか？そうなの？あ、コスト削減。そうなの？人材確保。そうなの？まずはネットで無料の経営診断を。そうか！ N にお任せで検索を。 NTT 東日本グループです。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。松田信弘です。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球。いよいよ明日から日本放送ショーアップナイターが開幕。夕方5時50分から中日対巨人戦をお送りします。春のあつらじキャンペーン実施中、豪華プレゼントを用意していますよ。ふるってご参加ください。ふみおのちょっといい話。この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。東京に家を持とうオープンハウス。東京に家を持とうオープンハウス。東京に家を持とうオープンハウス。え、何？東京に家を持とうオープンハウス。どういうこと？東京に家を持とうオープンハウス。あ、だから何なのよ。東京に家を持とうオープンハウス。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあ、いよいよ迫ってまいりました、はい、6月でございます。東京国際フォーラムホール A、 一番でかいところ、ね、5000に入ります。ビバリー35周年イベントのお知らせが久しぶりに、はい、ちょっとあります。昨年11月先行予約を受け付けましたが、ました、おかげさまで予定枚数は完売。すごいスピードだね。あっという間だったもん。すごいですね。しみじみ俺の人気のすごさが驚いたね。確認したよ。これも一重に先生の人気でございます、はい、本日は第2弾ゲスト発表、高田文雄先生の口から発表させていただきたい、うん、そしてチケット一般発売のお知らせでございます、はい、まず改めてイベントのタイトル、日本放送開局70周年記念、高田文雄のラジオビバリーヒルズリスナー大感謝祭、そんなこんなで35周年、日時は今年の6月28日金曜日、28日の午後3時には開場しますんでね、はい、それで4時から開演です、はいはいはい、場所は東京有楽町駅すぐそば、東京国際フォーラムホール A でございます、はい、出演者は高田文雄先生、はい、松本彦、東貴博さん、黒沢和子ちゃん。黒沢君も晴れだったからスケジュールも OK だったから、だから全員出られるからね。全員です、うん、春風亭昇太師匠、乾公美子ちゃん、清水美智子さん、ナイツのお二人、うん、松村邦弘君、磯山沙耶香ちゃん、そしてスペシャルゲストとして爆笑問題のお二人。出た、すごいです、ね、爆笑万全だ。もう肩を鳴らしてたもん。もう太田君もう肩を鳴らしてあったら、うん、そしてサンドウィッチマンのお二人。出ました、サンドです。神田伯山さん。伯山はね、本当に性格悪いからそれだけでも楽しんでいただければ、お客さんね、5000に伯山の黒いところを楽しんでやってもらおうと、ね、生伯山さん、生伯山って、はい、伯山かお見送りって言われてるんだ今、芸界では芸界では、うん、はい、そして純烈の皆さん。お、いいね、すごいです、ま、純烈抑えられないよお前、すごいよ、にぎにぎしく。そして、はい、うん、そして決定した第2弾のスペシャルゲスト、高田文雄先生、発表をお願いいたします。もうさ、今日からもみんなロスだろ、まあ、ロス、もうロスロスロスとかさ、あと一人追加ゲスト、大スペシャルゲスト、私はもう不適切ですけど、不適切ですけど抑えましたよ、セミじゃないな、不適切ですけど、はい、工藤官九郎大先生でございます。はい、よかったね、工藤官もね、これはもう不適切が終わって、うわ、
今度は季節のない街だからよろしくお願いします。テレ東で始まりますから、ね、よろしくお願いします、ね、はい、工藤官九郎さんがスペシャルゲストでございます、はい、ゲストも極意ね強烈な人が揃いましたんでよろしくお願いします、はい、はい。そして今週土曜日4月6日午前10時からチケットの一般発売を開始いたします。4月6日ね、はい、4月6日午前10時から先着方式です。あ、これあっという間だな。早い者勝ちです。売り切れごめんということでご了承ください、はい、一般発売は電話とウェブで受け付けます。チケットのお申し込み方法については日本放送のイベントページ内にあるイベント公式ページかビバリーの公式ページをご確認ください、はい、そして前回の最速選考でチケットをお申し込みいただいた方は前回申し込んだ方はねいよいよはい今週土曜日午前10時からコンビニエンスストアの方でチケットの発行ができました。皆さん多分ですね私のファンなんですよ、はい、ほとんど人がボケちゃって分かんなくなっちゃったんですけどどうしたかな、あの件などうしたかなと思ってる確認しますよ。そんなあなたでこの日行けばいいんでしょ。はい、今週土曜日午前10時からコンビニの方でチケット発行ができますので発行できますので確認してくださいね。お忘れなくお願いします、うん、忘れかけてるから半分ぐらいの人はね高田いつだっけって問い合わせ多いんで俺のところ直接、はい、6月28日国際フォーラムで会いましょう。菓子食品の現金問屋ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz、 FM ならビルやマンションでも受信しやすく雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93、ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ナイツの花輪です。チアです。平野奈々です。月曜日のナイツはラジオショーにあらゆる芸人や番組のコンプラをチェックする弁護士芸人小竹正義官が生登場。ナイツはラジオショーは何もやましいことやってません。やってるっつってんだよ。いや完全にやってる人の言い方だよ。清廉潔白のナイツザラジオショー、今日お昼1時から。ここで産経新聞ニュースです。ニュースデスクの藤原さんです。よろしくお願いします。はい、お伝えします。新年度を迎えた今日、全国各地の官公庁や企業で入庁式や入社式が開かれています。歴史的な物価高や人手不足といった厳しい社会情勢の中、多くの若者が困難を乗り越え新たなステージでの活躍を誓います。こうした中、岸田総理大臣は今日の参議院決算委員会で新社会人に対して次のようなエールを送りました。まず新しく社会人として人生をスタートされる皆さんに心からお喜びを申し上げます。私は人生において無駄なものは何もないと信じています。どんな苦難であっても必ずやそれぞれの人生において意味があると信じています。ぜひ新しく社会人をスタートされる方々もそのように信じて、それぞれの新しい人生一歩一歩前を向いて進んでいただければと願っております。なお、大阪市の小林製薬は紅麹のサプリメントをめぐる健康被害問題を受け入社式の開催を取りやめました。働き方改革関連法案に基づく残業の上限規制が今日からトラックやバス、タクシーといった自動車運転業と建設業、医師、それに鹿児島、沖縄の2つの県の製陶業の4つの業種に導入されました。具体的には新たに自動車運転業に年960時間以下などとする残業の上限が導入されます。時間数や例外規定は業種により異なる内容となりますが、就労環境の改善が期待され、社会全体で働き方を問い直すきっかけとなりそうです。今日から一部の業種で導入された残業の上限規制について林官房長官です。
今後もこうした取り組みを引き続き行っていくほか、働く方々の健康の確保という働き方改革の趣旨について、広く国民の皆様に呼びかけるとともに、時間外労働の上限規制が遵守されますように、事業主に対して丁寧に助言や指導を行ってまいります。楽天グループが傘下の金融事業を再編する方針を固めたことが今日分かりました。中核の楽天銀行の下に楽天証券ホールディングスや楽天カードなど金融事業を展開する他の子会社を一つの集約とする案を軸に検討していて、10月までの完了を目指します。携帯電話事業で巨額の損失計上が続く中、業績が好調な金融事業の連携強化で収益力を高め、経営の効率化を図ります。火山の観測などを一元的に担う政府の火山本部、火山調査研究推進本部が今日文部科学省に設置されました。火山本部は火山活動の評価手法の開発や過去の噴火に関する情報収集などを行い、火山に関する課題解決を目指します。おしまいに最大震度7を観測した能登半島地震の発生から今日で3ヶ月となりました。政府の地震調査委員会は地震の回数は少なくなっているものの、今後も強い揺れや津波を伴う地震が起きる可能性があるとして引き続き注意を呼びかけています。以上、この時間のニュースでした。ありがとうございました。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム第3類医薬品です。続いて日本放送天気予報です。今日の関東地方は大気の状態が不安定です。局地的ににわか雨や雷雨の可能性があります。ご注意ください。今日の東京地方のお天気、曇り時々晴れ、都心の最高気温は19度、降水確率今日は1日 20% です。明日は晴れ。以上お天気でした。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の外回りが千住新橋に大型車が故障して止まっているため、新板橋まで8キロ半渋滞しています。高速道路は東名高速道路の下り線が横浜町田インター付近を先頭に9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の八王子方面に向かう内回りは福生市第5ゲート前交差点にタンクローリーが故障して止まっているため1キロ半渋滞しています。神奈川県の国道246号線の下りは厚木市妻ダム港市場で乗用車とオートバイの事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後は本日のゲスト、お見送り芸人しんいちさん。歌手生活60年記念五木ひろしスペシャルコンサート2024-2025、 5月21日火曜日午後2時、相模女子大学グリーンホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ピンポンパンポン。建設事業主のあなたにお知らせです。あなたの会社は建設業退職金共済制度県退協に加入していますか？県退協にはこんなメリットがあるんです。 1. 企業が納付する掛け金は国からの補助助成金を受けられる。 2. 県退協で納付する掛け金はすべて損金として計上できる。 3. 県退協に加入していると公共工事の入札に有利。何より国が作った信頼できる退職金制度だから従業員確保にもつながります。県退協へのご加入をぜひご検討ください。おいしいルルルレバンバタロール。わ、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。
と松本明子のラジオビバリーヒルズ。本日のゲストは炎上しがち芸人のお見送り芸人しんいちさん。理不尽だなぁと思うことを今日はじっくり伺います。この後すぐの登場です。さあ炎上しながらお届けしておりますラジオビバリーヒルズ11時半から今日もお届けしております。さあお相手ははい月曜日バリー松本明子でございます。はい、はい、そしてですね、はい、まずはあの自己紹介があり、そうですね、トーニーがどうしてもたっぷり歌いたいってとにかくもうタップで俺に言うと15分でも20分でも上げるよって言ったんだけど、はい、な、はい、そうもっとやりたいって言うからじゃあ紹介しましょう。はい、はい、炎上がエネルギー、お見送り芸人しんいちさんです。よろしくお願いします。僕の好きなものという曲です。アスファルトに咲いてる花好き、雨上がりの虹好き、座布団もらってるところ見たことない好楽さん好き。あるうわキャンプ2泊3日全部雨だった家族好き。1曲目から警察に止められてる路上ミュージシャン好き。 WBC ヌートバー選手のお母さんのモノマネして炎上した金太郎好き。カンパニーで一番人気ないロケット団好き。どうもでした。俺好きなんだから。あれなあれそんなもんなのネタって歌って。いやちょっと待ってください。たっぷりあるから。15分やれって言いましたね。ちょっと聞きたいから。ちょっと待って、ゲスト紹介で15分これ流す聞いたことない。あそういうのを聞きたいんだよ俺は。違います。先生がコーヒー飲みに行ったりしたいだけのために僕15分なんて歌っとかな。休憩取らないか。休憩お前15分歌って俺ちょっと休憩して新聞読みながらコーヒー飲んでおかしほっとけよ、前。そこでだってもうこう、新聞読みだから。もう入んのか、来たのか。僕、つなぎで読んだんかなと思って。ゲストで、うるさいよ、落ち着けよ。今日話しに来たんですよ。俺は歌を聞きに来たんだから。違う、歌じゃない。じゃあ、それは嘘、絶対嘘。嘘じゃん。子供か、お前。じゃあ、歌聞きに来たじゃなくて、違う。俺は休憩したいから。違う。俺はもう15分がやっぱり15分やってて。どうでって。なんでそんなこと言うんすか。もう言う聞きたいからね。絶対嘘。ほんま嘘ばっかり言う。ここにお前がどういう人かっての書いてあるから、はい、プロフィールラジオを聞いてる皆さんに知ってもらうから、はい、ぜひ知ってください。もうだってワールマン取ってから1年2年経つだろ。もう2年以上経ちました。2年、はい、持ってないもんトロフィー。ちょっとお前あれこれもだから口酸っぱくして言ったのばっかり。これだからもう常に持っとけと。俺カメードでばったり会ったんだよ、カメード。その時さこいつ手ぶらで歩いてんだよ。違うこれ、ま、手ぶらカメード手ぶらで歩くんだよ。これ言い訳です。じゃあ持っとけって言ったんだよ。言い訳で言う僕ね、いや僕ね楽屋入ってコンビニ行くだけですよ。コンビニ行く、見っけ、もう楽屋入ってんすよ。で、ギターも置いて、トロフィーも置いてんすよ。ほんで、コンビニに行って、その100メートル先のコンビニ行くだけの時に、たまたま見つかってもらったんですよ。お前何やってん、手ぶらで。一番会いたくなかった人に、一番会いたくなかった人に、もう。お前何手ぶらで。お前見送りって言って。手ぶらで歩いてんだよ。お前持ってねえじゃねえか。お前持ってないから、お前意味ねえぞ。違う。ほんで、僕、コンビニとこの道中で、ちょっと怒られたんですよ。カメード手ぶらなんだよ。なんで僕説教されなあかんの。説教楽屋に置いてあります。いやお前楽屋も何も関係ねえだろうって言って街でバッタリ会う人いるんだからコンビニ行くのに持っとけよって言って。なんで僕コンビニ行くのにトロフィー持っていくのって。だって持ってたからずっと。そうですよね。で持ってたから。ほんでめちゃくちゃね、もうそれがもう先生にね言われたんがもうちょっと腹立ったから。僕舞台でロケット団さんライブだったんですよね。それで先生の悪口を歌ったんですよ。歌ったんですよ。あの人は本当におかしい人だって。って歌って。お前で言うたら。だから次のゲストが高橋先生だったんですよ。ほんで僕やり返すぐらい僕の悪口。お前よく覚えてんだお前。ロケットダンスから連絡来ましたよ。お前の倍悪口言ってたぞ。あの人もう俺たちのライブでストレス発散して帰ってきた。マジでひどいと思って。ひどいと思って。
むちゃくちゃ僕1個落ち着けよ、落ち着けよお前ちょっと。ゲストなんだから持ってないだけ。持ってないだけ。持ってないだけ。だってな、亀戸馬鹿にしてるよ。だって。亀戸馬鹿にしてる。街を敵に回したよな。違う。手ぶらで亀戸歩いてんだよ、お前。違う。なんで僕トロフィーずっと持って。なんで手ぶらなんだよって。さあ、それでは紹介しましょう。叫んでいるこの男はどういう人か。はい、はい、僕はクリーンです。法律的に、はい、法律、あの、弁護士さんをお呼びして、はい、アディーレ法律相談事務所さんの弁護士さんと一緒に、後半は喋ったりしてますね。面白そう。評判がいいんですよ、これが。あ、それでこれが続くわけね、ハリコね。そう、はい、U 字工事さんとかも聞いてくれてるんですよ。あ、この番組。聞いてくれてる。聞いてくれてて、いいね、はい、うん。ちょうどいいね、しーちくんのあの番組って言ってて。なんかちょうどいいって腹立つ。何がちょうどいいんだ。毎週日曜夜のお見送り芸人しんいちのえちょっと待ってを放送でございます、はい、そして芸人としての目標は芸能人と付き合うこと、うん、そんな方が、本日のゲスト、お見送り芸人しんいちさんでございます。芸能人とか、まあ、付き合えないもんな、性格がそうだと。人として付き合えないだろうなってんだよ。付き合えますよ。人と付き合ったことあるよ。いや、ありますよ。だから、いや、芸能、いや、やっぱり優勝したんで、うんうん、やっぱこの芸能界に2年前に、まあ、やっと入れた。そうだよな。芸能人っていう綺麗な人、うん、アイドルとか、女優さんとか、なんか、と付き合って、報道されたいんですよ。それでやってんだよ、アイドルな。アイドルとね、女優、やっぱいいですね、昨日とかもね、いっぱいね、ニュースなるじゃないですか。ねえ。そう、うん。そう、いいなぁ。そうですよ。そんなで、昨日だけど、あの、おとつい、爆笑の小田君に仲いいからさ、はい、会ったんだよ。はい、さ、小田君も全部よく知ってるから、何でも。そしたら、明日、あさって、新一会うでしょって。よく知って、よく知ってんの、お前。新一来るでしょ。嫌な予感。あいつは本当悪いですよって。先に言っときますけどって。あいつもね、本当にね、この間もね、あの、はい、町浦ピンク、はい、あまり何度病気のこと言っちゃいけないけどさ、はい、町浦ピンクがね、体ちょっと調子悪くて、はい、仕事がちょっと休みがちだったんですよ。そ、太田さん、太田さん、町浦ピンク休んでるでしょ、その仕事が全部俺に来るんですよって。お前は本当悪いな。違います、ちょっと待ってた。太田に聞いたもん、これちょっと待って、そんなこと言う男ですよ、あいつ。あの人全部言うた。あれ楽屋の話っすよ。全部言う。太田さん、俺には言うよ。楽屋で、そう。町浦ピンクまでだろ。まず、太田さん。話したんですか。太田さんに、うん、おい、新一、お前もう今年もう終わったなって言われたんですよ。太田さんにいきなり、挨拶行っただけやのに。行ったの、行ったんです。ほんなら、終わったの、どういうことですかって。え、新しいチャンピオン出たから、もう終わりだろ、お前。ピンク出たから。町浦ピンク出たから、もう終わりだよ。ピンク出たから。ほんで、いや、それが太田さん聞いてくださいって。町浦ピンクさんね。町浦ピンクさん嬉しそうに言ったらしいの。ちょっとはい、ちょっと体調崩して、一週間休むってなって、この一番大事な、優勝した直後のこの一番大事な時に、やっぱこう、崩して、テレビとかラジオとか出れてないのは、ちょっと僕もう厳しいと思いますって。それの仕事代打、代打僕に来るんすよ。全部ね、はい、ピンクの仕事は全部僕の。僕に来るので、ほんでそこで新一ね、結果出しちゃうんすよね。お前ほんと悪いやつだろ、お前。白山超えたな、お前は。性格の悪さは。本当に。で、そしたら町浦、テレビ界の人が、町浦ピンクよりやっぱ新一の方が使いたいってなるんじゃないですかね、太田さんって言った。これ楽屋話っすよ。それもすぐ俺に。それを高田先生。直。本来高田先生がラジオで喋る、ネリク。先輩に乗せて喋ったから。なんで言うのと思って。もうなんで僕こうやって全部言われんのと思って。言われんの。太田さんも悪いし、高田先生、これ二人が黙ってたら僕バレなかった話だ。いやいや、大田区は大田区で心配して明後日会うでしょと。新一と、はい、一応資料として言っときますと。いや、新一資料、資料だよ。心配じゃないっすよ、あの人。ほんま、うん、僕の足ばっかり引っ張ってくんねん、もう。あの人も。すごいでしょ。あの人、だって自分の番組、僕も呼んでもらった爆笑さんのね。で、トロフィーもね、僕も一応持ってたじゃないですか、当時、はい。持ってて。あれ、高田先生とかは優しいから、ボケで、ちょっと倒そうとかしてたす壊そうとする。あの人ほんまにトロフィーの上に足で乗っかろうとしてる。ほんまに割れる、ほんまに割れると思って。じゃあ、バラエティやってと思って。じゃあ、あの、太田さん、ほんま。プロレスじゃないよ、もう。プロレスじゃないですよ。ガチでほんまに。ガチで踏んづけて。そう。壊そうと。ほんまに。強いな。ほんまに壊そうとしたんですよ。それ、太田くんだからね、すごく心配したからさ、お前と会うって。明後日会うでしょって。いや、に耳寄りな情報って俺、こういう。耳寄りな情報って。いち早く先生にと。じゃあ、もう口軽す、もう軽いわ、もう太田さんも。みんな入ってくんだよ、俺のところに。みんな寄せてくる。もう嫌、もう僕、言われてばっかり。さあ今日はですね、そんな新一くんをお迎えして、はい、いろいろトークの花を咲かしたいというわけでございます。はい、そうでございます。なんか準備たくさんしてるらしいんですよ。え、トークの、ね、ネタを。ありがたいですね。じゃあちょっと話を聞いてってください。はい、はい、そう、結局そのトロフィーは今、はい
はい、今ピンクが持ってんの、ピンクが。ピンクが持ってんの、ピンク持ってんの。違いますよ。え、ピンクじゃないの。あれは1年に渡したんじゃないの。違います、渡しません、あれ。事務所あれね、持ち歩いてったら、うん、なんか持ちずっと持ち歩いてたじゃないですか、うん、持ち歩いててなんかもうめっちゃ怒られたんですよ。もう持ち歩くなってことで、新しいチャンピオンが出てるんで、紛らわしいから。紛らわ、僕2年前なんですよ、うん。で、1年前のチャンピオンも出てる。ほんで、今年の町田ピンクさんも出てるから、うん、もう持ち歩かないでくださいって。それでもちょっと反抗して持ち歩いてた時期あったんですよ。して。ほんなら、電話とか LINE めっちゃ来て、知らん番号とかから。そしたら、受けたら、ほんなら、関西テレビの上層部の人で、R1 事務局です。関西テレビから。もう持ち歩かないでください、もう。困りますよ。困ります。もうやめてくださいで。は、もう恥ずかしい。私、分かってますよね、新一さんって。これ以上持ったら、分かってますよねって言って、めっちゃ怖いトーンで言われてる。ほんで持ち歩かないってください。そんで、もう事務所とも話し合って、もう事務所のとこに置いてあるんですよ。あ、もう事務所に置いてある。事務所管理置いてあるんですけども、うんうん、で、僕のチャンピオントロフィーじゃないですか。うん、それ事務所もなんか、敬意がないのか、なんかどんどん奥の方に。どんどん目に触れないように、みんなから。前にドリンクとか置き出して、そう、トロフィーの前に。リコピタン出て置いてある。そう、置いて、ドリンクとか置き出して、もう。ほんで、なんか、ケースとか被せ出したんですよ。もう見えへんように。なんか、布のケースとか被して。いや、違うやんって。こう、毎日、新一さんのトロフィーありがとうございますって言って、なんか、パッパッパッって、埃とか払ってほしいんですよ。じゃなくて、もう、埃とか、ね、溜まんのもうめんどいから、上にもうケース被して。前にドリンク置いて。見えへんやん。全然見えへん。粗大ゴミみたいな。むちゃくちゃ腹立つんですよ。それでは今日はそんなお話を伺いましょう。はい。本日、はい、エイプリルフールですが、うん、嘘にまつわるお話というか。嘘だって嘘だらけだろ。疲れたでしょ、多いだろ、嘘。嘘ついて。これはほんまに言いたくなかったんですけど。はいはい、今日は4月1日だからね。これまあ4月1日で、ね。何言ってもいいです。ですよね。嘘、事務所の先輩のもうさっきもね、僕の名前をつけてくれたかったんですよ。サンド一番ね。はい。で、ギターを使った方がいいよって、富澤さん、うんうん。そのサンドさんから毎年。かわいがってもう、ほんともう何年も、もう10年ぐらいずーっと毎年お年玉いただくんですよ。いいじゃない。もう、ほんで、ね、ほんで1万円いただいてね。うん、ほんで2人で、だから合計2万円もらえるんですよ。いいんだよ、細かい話は。中身の話はありがたいよ。お年玉もらったでいいんだよ。伊達さんと富澤さんは、芸事に使いなさいと。うん、こういう、これなんであげてるかっていうと、で、ね、で、ありがとうございます。で、僕も衣装とか。買い替えたりとか、ギターの弦張り替えたりとか、そういうメンテナンス使いますって言ってたんですけども、伊達さんと富田さんの前では、これ、もうその日にいただいた初日にも、すぐパチンコ僕行っちゃってる。ちょっと悪いよ。一平か、お前は。パチンコ一平か、お前。ギャンブルってお前は。一平か、お前は。なんて言ったらええの。一平か、お前。このツッコミ僕は返さないよ。すごいですね、このツッコミ。このツッコミ僕は。ギャンブル。関わりたくない。ギャンブルばっかりやって。違います。僕は今関わりたくない。ギャンブル一平。ギャンブル一平。僕、先生しか言えないですよ。僕言えないです。僕言えないです。先生言ったらパチンコ行っちゃったの。そう、行って、ほんで、実はこれ、伊達さんのもらった、なんかお金って、めっちゃ当たるんすよ。なんか、伊達っていうポチ袋から出てきた、1万入れて、ほんならめっちゃ当たるんすよ。ほんで、富澤って言ってポチ袋から使ったら、全く当たらないっすよ。そういうこと言うんじゃないよ、富澤さんも全然当たらんなと思って。富澤は当たらへんな。悪いやつ。富澤は当たらへんな。なんか富澤さんからもらった1万円、なんかあんまり運気ない。悪いな。本当性格悪いな。違う、性格悪い。ほんまのこと言ってるだけで。そうです。だから、その、サンドさんに嘘ついて、使いますって言ってる嘘ついてるというところ。エイプリルなんで言いました。言いました。ごめんなさい。すいません。正直に許してください。伊達ちゃんのやつはよく当たると。当たりますね。これ検証してほしいです。一回テレビかな。ねえ、すごい伊達さんの。そして若手芸人賞レース優勝芸人、次々に出て来ております。お笑い界どうですか、巨人、個人的には。あ、やっぱりね、一人ね、東京クールさんっていうね、もう大先輩なんですけども。先輩？先輩です。それがね、先日ね、うちのグレープカンパニーに入ってきたんですよ。
で、二人組これ。そうです、二人組で、ヘイっていう人たちなんですけど。あ、あれだ、これ合わせて。合わせて、はい、ピンクの、最初ピンク着てましたっけ、ね、そうだよね。なんかそうなんです、そうなんです。今なんかつなぎとか着たりしてるんですけど。バーッと合わせるやつ、ね。はい、東京クールさんはやっぱ面白いし、もう明るいし、声も大きいし、うん、で、年感じさせないぐらい元気なんですよ。そうだよ、ね。体強いんで。相当ベテランだよね。そう、ベテランなんですよ。ね、その人たちが入ってきたんですよ。そうなの。グレープカンパニーの、うちってもう20代しか取らえへんって言ってたのに、なんか40、50代ぐらいの先輩。ベテラン、ベテラン。3度超えてるんですよ。3度先輩なんですよ。先輩なんですよ。先輩入ってきたから、なんかもう嫌な、いや、僕は入ってきてほしくなかったんで、東京クールさん。そういうこと言うから嫌われて、腹で思っても言っちゃダメなんだよ、やっぱり。次入ってきたんだ。だって、欲しくなかったね。東京クールさんだって、そこ面白いから嫌なんですよ。いいじゃん、笑いとるんですよ、どこでも。いてくれればいいじゃん。いや、それで、やっぱり仕事とか、うちの事務所内での仕事もあるから、取られたくないから、もう、いやから、脅威感じるんすよ、やっぱり。だから、ない噂とか、東京クールさんの悪い噂とか、今、めっちゃ今流してて。また悪いよ。ちょ、流して、今、居心地悪くする作業。東京クールさんが。そう、噂を流してるわけだ。はい。作業として。自然と出て行ってもらうように。お前は、ほんと悪いやつだ。いやいや、だって嫌なんですよ。すごい脅威を感じてる。営業とかテレビでも絶対受けるんですよ。絶対受けるもんな。受ける。おばちゃん子供には。そうなんですよ。なんかおばちゃん子供はね、営業行ったらもう罰するんだよ。そう、これがもう嫌なんですよ。腹立つわ。なんで撮ったんやろ、事務所。あと事務所の中で気になってる芸人いるんですか、はい、まあ、気になってる芸人はやっぱロケット団の。ロケット団さん。倉本さん。いいじゃないか。倉本さんっていう人なんですけど、まあ。カッパだろ、カッパ。はい、カッパで、わからない方、今写真すぐ調べてほしいんですけども、ね、なんかどう考えても不健康で、事務所のみんな、細いしな。ちっちゃいし、細いし、ね、カッパだし。この間着替えてたらみんなに、枝って言われてて。枝が着替えてるって。枝が着替えてる。枝がスーツ着てる今。すごいな。で、あの人ね、うん、だから、なんて、ちょっとね、嫌なのが、うん、僕と話すときとかも、俺のバックには高田先生がいるみたいな喋り方するんすよ。倉本さんも三浦さんも。亀戸行くからね、俺が。そうです。俺が亀戸行くから。そう。で、僕がめちゃくちゃロケットダンサーにちょっかい出すから、それを、なんか、めっちゃなんか、お前、それ全部お前、高田先生に言うからなんて、三浦さん。俺たちのバッグにはついてるんだぞ。そう、ついてるぞって言って、なんか、切り札みたいに出してくるのがめっちゃ嫌なんですよ。そう。切り札みたいに、ほんま、ほんで、これ、だからなんで僕、高田先生、あんな可愛がってるのかわからなくて、うん、あの人ね、これも、言ったら、あんまりイメージ下がるから嫌なんですけど、うん、営業先の、ケータリングとか、差し入れ、うんうん、倉本さんめっちゃこっそり持って帰ってるんですよ。いいよ、どうだって。いいよ、どうだって。違うぜ。先生、だって美味しいの残ったら持ってないじゃん。美味しい。いや、僕ね、うん、美味しいもん、そう。地方の。倉本ずっと聞いてんだからな、これ。地方のね、もの美味しいものは、ありがたい。許します。僕、うん、いいんですけども、そうあの人、ドリンクとかペットボトルの関係ない人の、地方関係ないやつをパンパン持っていかないと。地方関係ない。もうパパ詰めて、そう、めちゃくちゃケチケチしてるというか、うち帰りゃもう腹すかし子供がいるんだよ、お前。いるんですけど、そんなテレラジオって言って、レギュラー番組もやってんのに、その、洋さんも営業も行ってね、うん、もう舞台活動もし、もういっぱいお金もらってんのに、そんなケチケチドリンク、パンパンにして。ドリンク。パンパンにして。うん、だから、息しめちゃくちゃだから荷物軽いけど、うん、軽装で来てて。あ、息はな。息、ほんで帰りパンパンで帰るんですよ。山男からね。そうです。山男で帰るから。山男で帰るんだ。はい。何入ってるのかと思ったら、それ、ケータリングとかパンパンに詰めて。絶対に、ほんで、全員がバス乗って、最初、バーって乗って移動するんですよ。駅までね。会場から駅までっていうと、地方だとね。で、そこで、なんかみんな、もう、帰って待ってんのに、絶対に倉本さんって最後に出るんですよ。で、サンドイッチマンさんとかにバレたくないから、その全員その出して後輩とか。みんな降りて。降り、バーって行かして、こっそり右左見て、チェックして。そう、チェックして、それ全部入れてるんですよ。カバンの中に。お前よく見てるんですよ。そう、僕も全部見てるんですよ。で、それを倉本さんがやってるんですよ。育ちが悪いのに、高田先生が、なんかもう切ってほしいんですよ。切ってロケットダンサーを。俺は奨楽か、お前、俺は。切ってほしいって。切ってやろうか、チャカチャン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 。怪しいや、奨楽か、俺は。切ってほしいって、お前。なんか切りの。
切ってるか切ってほしい切ってほしい。ほんまに、バックには高田先生がついてんだぞ、みたいな。匂わすでしょ。テレラジオもほんで、人気番組になってきたじゃないですか。なってきた。なってきてるんですよ。めちゃくちゃ人気番組になってて。最初僕も一番最初始まり聞いてたんですけども、これはちょっと、あの二人なんで、見た目もやっぱり若々しくないから、人気出えへんわと思ってたら、人気出えへん。いや、確かに若い子には刺さらないんですけども、やっぱり高齢の方とか、ちょっとお年寄りの方とかに刺さりまくって、ロケットダンさんのそのライブとかめちゃくちゃ超満員で、あれ毎回超満員で亀戸な、そうですね、チケット速乾だもんな。そうです、それでも僕も一回出させてもらったんですよ。だからネタ中とか、だからちょっとでも受けてほしくないから、袖でなんかお茶こぼすような音でペットボトル落とすとかガチャーとかして、ガチャーとかして、目とか耳散るようなことやってるんですけども、受けるんすよ、受ける、すごい。だから腹立つわ。だから今日いかん、腹立つことないだろ、気になるし。三浦に対してはないの、相方に対してはないの。三浦さんですか。三浦さんはなんかね、結婚してね、お子さん二度目ね、二度目、もう赤ちゃん生まれてね、お子さんいるじゃないですか。ね、結構毒づく漫才するじゃないですか。やのに子供切るからね、社会を。そうです、社会切ってるからね。子供生まれてなんかね、ちょっと垂れ目になって、ちょっと丸なって、牙抜けて、僕最近見るのさ、あんま面白いと思わない。丸になりました。もっと攻めてほしい。三浦さん。さあ、続いてはじゃあ、それじゃあ、ベスト3いきましょう。止まらないですね、しんいちさん。はい。理不尽だと思ったこと、たくさんあると思います。ベスト3を選んでいただけました。それでは、理不尽だと思ったこと、第3位は。修学旅行の夜、真面目に話聞いてたけど、外に追い出された。追い出されたの？はい。なんかね、一学期ね、誰々ちゃんと誰々ちゃんが仲良くしてた。ほんで、だんだん喧嘩して仲悪くなって、口聞かなくなったって。で、修学旅行の、クラス会で、広島だったかな。で、みんな仲良く戻ろうって言って。で、誰々さんと誰々さん、元通りに戻りたいっていう話し合いだったんですよ。ほんで、学級委員長も泣きながら、ほんで、その二人も泣きながら聞いてて、って言って。僕も真面目に聞いてたんですよ。ほんだら、私も、またあの日みたいに戻りたいとかって言ってて、みんな感動してる中、僕聞いてたら、ちょっと待ってって言って、学級委員が立ち上がって、僕、名字上野って言うんですけど、上野何笑ってんのよって言われて、ほんで、いや、僕ね、笑ってたの、お前。違う違う、田川先生、僕ね、顔、分かるとする。僕って、にやけ顔じゃないですか、なんか。なんか、何やってても怒られるタイプって言うじゃないですか、クラスとかに。そういうタイプだよな。そういうタイプやから、僕、真面目に聞いてただけで、なんか、ふざけてるように思われて、なんか、上野何笑ってんのよって言って、上野だけ追い出されて。ほんで、僕、ほんまに聞いてたんですよ。いいな、また仲良くなってほしいなと思って。聞いてただけで追い出されたから、なんか腹立ってた。ほんで、僕だけその、で、修学旅行とかもずーっとなんか、上のなんかやばいみたいな感じで。いい思い出ないんすよ、修学旅行。中学の時の話どうでもいいじゃん。許さないんですよ。許さない？許さない。ほんで、優勝して連絡いいだから今無視してるんですよ。優勝してテレビ出だして、急におめでとうって連絡来たから絶対許さんと思って。連絡さ。あの日の14歳の、中学と14歳の、あの秋忘れへんからなと思って。おめでとう無視してる。無視してる。覚えてんだね。じゃあ2位コメント。はい、2位だと思ったこと。第2位は、水曜日のダウンタウン、替え歌選手権で苦情殺到。苦情来た？はい、これね、苦情という、そうですね。替え歌選手権って言って、アーティストの曲とかを替え歌で歌って誰が上手いかみたいなのがあるんですけども、まあ、ザコシさんとか、クッキーさんが優勝したりするんですけども、ドブロックさんとかね。で、僕も2年連続出させてもらってるんですよ。で、僕、やっぱめちゃくちゃ滑って思んないとかって、めっちゃ苦情来るんですよ。なんでこいつ出てんだって。ほんで、まあ、ダウンタウンの松本さんとかも、新一だけやっぱ、群抜いて思んなかったみたいな。言って、落ちとして使ってくれるんですよ。でもこれね、言ったらちょっと、申し訳ないんですけども、僕より、ナス中西さんの方が滑ってたんですよ。またもうすぐ人のこと言うから、お前。違う。お前は必ず人を道連れにするんだ。皆さん、ちょっと聞いて、見てください。録画してる人とか。で、U-NEXT とかでもね、もう過去のやつ見れるんで見てほしいんですけども、僕よりナス中西さんの替え歌の方が票入ってないんですよ。これ、結果として出てるんですよ。数字として。もうね、笑いの量も、ナス中西さんより僕の方があったんですよ。なのに、やっぱり、さっきの修学旅行のあれ話じゃないけど、なんか新一を下げとこっていう、社会の風潮があるので、周りの風潮があるわけだな。あるので、僕を下げとこと。下げとこってなってるんですけど、なすなかにしさんの方が滑ってたもん。知らねえよ。
お前よく自分の下を探すよな、自分の下を探す。なす中西さんがいっぱいレギュラー持ってるから、下げたらあかんってなってるのか。下げたらあかん。風潮が、なす中西さんはなんか素晴らしい漫才してるから下げたらあかんの。関係ないやん。まだまだ新さんとお届けします。渡辺美樹です。渡美が新総合居酒屋を始めました。東京大井町の駅前にオープンした渡美のこだわりの恋愛は、焼肉の上村牧場、お寿司の寿司の輪、四川中華のワンズガーデンなど渡美グループの人気専門店が集結した新しいタイプの居酒屋です。サントリー山崎12年渡美ファウンダーチョイスも楽しめます。アパートマンション空いてて困った、どなたか借りてくださいな。それならザ・ビール、築年数問わず空いてるお部屋借り上げます。一部屋からの賃貸保証はリーブライフ21のザ・リーブにお任せ。045-325-5600。ザ・リーブ。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ、過払い金の無料確認ダイヤル、0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。ナイツの花丸です。土屋です。平野ノラです。月曜日のナイツラジオショーにあらゆる芸人や番組のコンプラをチェックする弁護士芸人小竹正義官が生登場。ナイツラジオショーは何もやましいことやってません。やってるっつってんだよ。いや完全にやってる人の言い方だよ。清廉潔白のナイツラジオショー、今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センター奥村さん、よろしくお願いします。はい。中央環状線の外回りは千住新橋にトレーラーが故障して止まっているため、板橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。また都心環状線の内回りは京橋で事故のため汐留まで2キロの渋滞です。それでは空港中央から三郷ジャンクションまでのルートです。空港中央から湾岸線の大井ジャンクションを経由して故障車で渋滞している中央環状線の外回りを通ると三郷ジャンクションまでは1時間20分です。空港中央からレインボーブリッジを渡り、事故で渋滞している都心環状線の内回りを通って6号線と三郷線を下ると三郷ジャンクションまでは45分です。空港中央から湾岸線の葛西ジャンクションを経由して中央環状線の内回りを通ると三郷ジャンクションまでは40分です。日本道路交通情報センターの奥村でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えします。スポーツ伝説のナビゲーター滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。日本放送ラジオリビング。続いてはラジオリビングです。今日は北海道産お刺身ホタテ貝柱です。柿原さん、よろしくお願いします。はい、柿原忠です。今日のラジオリビングは北海道産お刺身ホタテ貝柱ご紹介しています。ポイントは解凍してそのままお刺身で食べられる、その鮮度。取れたホタテを生きたまま運び、そのまま加工冷凍しているので新鮮な生ホタテを思う存分堪能することができます。口に入れるとプリップリの身と濃厚な甘み、もうたまりません。まずはお刺身でどうぞ。そしてなかなか見かけないゴロッとした大粒なのもポイントなんです。
頬張るという表現がぴったりの肉厚さで、食卓にこれが並ぶだけでぐっと華やかになります。賞味期間冷凍でおよそ10ヶ月持ちますし、一粒一粒バラバラに冷凍しているので、いつでも使いたい分だけ取り出せて非常に使い勝手がいいんですね。お値段です。ドーンと合計1キロでお店で同じ量買うと1万8000円近くするところもありましたが、なんと半額以下、税込み6980円。お得な2キロセットは税込み13800円です。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。どうも、さやかです。 Spotify ってながらで聞けるからいいよね。うん、何かしながら聞けるもんね。移動しながら、家事しながら、あと漫才しながら。それはやめて、仕事中やから。あと山芋の短冊食べながらもいけるし、マグロの頬肉の刺身食べながらもいけるし、マシュマロ暖炉で焼いたやつ食べながらもいけるよね。メニュー何でもええやろ。音楽もポッドキャストも無料で楽しめる Spotify。 ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。4月1日月曜日、松本明子の天気予報です。東京地方、今日は曇り一時雨、大気の状態が不安定です。急な雨や落雷にご注意ください。お出かけになる際は雨具の準備を。この後もお見送り芸人しんいちさん。さあ、それじゃあ理不尽だと思ったことベスト3ね。はい。じゃあ今度は1位かな。第1位。はい、1位でございます。はい。R1 グランプリ2024審査員で大炎上。これも有名です。R1 の、そうだね。審査員やったんだね。審査員の準決勝です。うん。準決勝の審査員をさせていただいて。頼まれたわけだろ？はい、うん。そうなんです。要するに。うん、頼まれただけでやりますって言って、僕は、うん、まあ僕のね、プレイスタイルも込みで、SNS の X で、うん、僕は審査員様だ、わはははは、R1 グランプリ最高みたいな、ちょっと調子乗った。あ、乗っけちゃったので SNS。調子乗ったやったんですよ。うん、そしたらめちゃくちゃ炎上した。ほんで、まずザジーっていう、ピンクの、宿敵。はい、宿敵が、うん、まあ、こんなやつに審査員するなんて、もう間違ってるみたいな感じで絡んできたんですよ。うんうん、まあここまではいつも通りだったんですよ、うん、ザジーが言うのはね。ほんなら次、おいでやす小田さん。もうミスター R1 って言われてるような人。おいです、小田さんが、今回の件、これ、ザジーが正しいって。真面目な感じで来てから、これで、お笑いファンが、そうだそうだってなって、ほんまに、ブワー燃えたんですよ。大炎上。で、ブワー燃えても、炎上するぞ、そういうことだよ。めちゃくちゃ、やんなやんなって。審査員するのおかしい。おかしい。めっちゃ苦情来たんですよ、これ。ね、ネットニュースずっとなりました。ほんで燃えて、ほんでどこ行くにもやっぱそうやって言われて、お笑いファンとかにもやらないでくださいとかって言われて、言われるんですよ。お笑いファンに言われる。言われる、直接言われるぐらい。審査員はやらないでください。やらないでください。審査員はできないと思いますと思って。いや、俺チャンピオンやでと思って。チャンピオンのために。それ、僕で何やったら、そう、田中先生も今言ったけども、頼まれたとか、オファーが来たから、頼まれたから、はい、僕やらせていただきますって言っただけなの。それで炎上して、うん、で、これに関して、なんかなぜか、その、いや、しんいちくんは、いや、こういうキャラクターでみんな分かってないと言って、うんうん、実はちゃんと裏では真面目に審査できる人やし、これ芸風で天狗になってるだけで、うん、いや、みんな間違ってるよって、なぜか志らく師匠が出てきて。書いたの？志らく師匠が守ってくれたんですよ。で、志らく師匠が守ってくれたんですけども、志らく師匠も、なんか、ちょっと違うような感じの入り方したから、僕も、僕の自分の番組で、ちょっと志らく師匠一旦黙ってください。って言って、黙ってくださいって言ったんです。言っちゃったんですよ。言ったけど、はい、言っちゃったんです、僕も。うん、言ったら、僕のラジオ、志らく師匠聞いていてくれてたみたいで、志らく師匠、その次、一旦黙ってくださいでおなじみの志らくですって言って。一旦黙ってください。本当にごめんなさい、志らく師匠って。志らく師匠が一番間違ってた。そんなことでみんな言い出したけど、お互いに意見を。ほんで、志らく師匠が今度、ちょっと桜でも見ながらご飯行きませんかって誘っていただいて、今度行ってくるんですけどもね。志らくから志らく師匠。僕が、連れてくださいってずっと言ってたんですけど、じゃあ行きましょうってなって、連れてくれたんですけども。志らく言っとけよ、俺を誘えって。
なくて俺を誘えって言うときは、はい、俺を誘え今月なんで言うそうな桜散っちゃうからって今月行きましょうビール用意しとけとありがたいですよもう志らく師匠そう、はい、それはよかった大好きですもん大好きなんですよあいつ変なの好きなんだよなランジャタイとかランジャタイさんとかああいうの好きなんだよな、はい、変なだからね新一とかそう不思議ななか変なもんばっかり集めて多分ライブ奇人が奇人が好きなんだ寄せするんじゃないですかもう下がるあのなあれボロイチみたいになってる、はい、そうボロイチじゃないんだから廃品回収してる自分で言っちゃってるよそれじゃあ質問いっぱい来てますはいたくさんいただいてますこちらラジオネームサンチョさんです、はい、好感度の高い人気芸人やすこさんあいいのやすこさんから、うんはい、嫌いと言われておりますし嫌いと言われてますけどどうですかといや嫌いやすこは嫌いとこれ思い出しましたこの、ビバリーじゃなかったです、ヤスコ来た時、はい、高田先生の前で、あいつだけは許しませんって言って、あれ思い出したこの番組や。あいつだけは許しません。俺僕聞いてた車の中で。車、聞いてて、ヤスコがいきなり、あんなにクリーンで、誰の悪口も言わないヤスコが、新一の時だけ目つき変えて、ここで言ったんですよ。言った。そうだそうだ。あいつは、普通、嫌われ芸人って、裏ではしっかりして、真面目な人多いんですけども、あいつだけは本物の嫌われ者です。よく覚えてるな。言ってましたよね。覚えてるな。言ってた、思い出した。よく覚えてる。そうだ。それで、リスナーも知ってるから帰ってきたんだ。いや、新一さんどうですかって、僕を安子許せですよ。だから24時間テレビで、生放送で、喧嘩しましたよ。24時間テレビ、思い出しました。去年の24時間テレビで、うん、生放送で、ブワーって喧嘩して、僕、安子の靴とか踏みまくったんですよ。子供の喧嘩。ほんで、終了ってなって、終了ってなって、もう CM 行った時に、もうそこにゲスト、タレントさん、女性のタレントさんばっかりですよ。うん、で、安子の味方ばっかり、安子、うん、それがね、腹立つんですけど、自分の味方ばっかり連れてきて、うん、ほんで、もうみんな CM 行ってんのに、帰れ帰れって言って言われたの帰れって言って帰れコール。これ本当に24時間テレビですかって。愛は地球を救う。新一は救わないんだよ。救わないって言って。新一は救わないんだよな。そういうとこ流してくださいって言って。面白いね。最高ですね。僕だけすごいひどい仕打ち受けてるんですよ。最高ですね、これは。喧嘩しました、安子と。いや、すごい。こちらはですね、はい、パチョレックさんです。うん、パチョレックさん。先日、うん、ナイツのラジオに出ていた、うんうん、水森かおりさんが。水森かおりさん。あの演歌歌手の。はい。お見送り芸人しんいちさんとお食事をさせていただきましたと言っておりましたが、水森さんを狙ってるんですか？どういうことですか？どういうことですか？ごめんなさい、水森さんは。また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 ドミノ倒すよ、お前。お前、ドミノは黙ってないよ、お前。バタ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 。動いちゃいけないってこと言ったら。そうすげえ。バタバタバタってなるよ、お前。なるよ。これ言い訳させてくれ。倒れません。倒れない。水森さん狙ってません。うん、番組でご一緒して、うん、歌番組です。うん、それ MC サンドさんだったんですけども、うん、そこでご一緒して、水森さんとちょっと交流を持たせてもらって、で、ご飯、ね。お行きましょう、と、二人で。友近さんとね、主催。仲いいからな、はい、友近で。行かせていただいたんですよ。そしたら、うん、水森さんが、勝手に来てたっていうだけなんですけど。勝手に来てた。友近いるから。友近いるから。勝手に来てたって言ってた。お前。で、水森、そう。いや、僕、だ、行きましょうって、本当に、なんか意気投合というか、水森さんが本当にそこの番組で、めちゃくちゃスタッフさん以上に、うん、シャイ、オッケーですってなった瞬間に、あ、みんな集まって写真撮ろうって言って仕切ってたんですよ。仕切ってた。みんな帰りたいのに。もう帰りたいのに。みんな帰りたいのに。写真とか言って。スタッフさんも次の作業あるから、やりたいのに、ちょっと皆さん待って、写真撮りたいとか、みんな集まってとかってやってて、サンドイッチマンさん、来てって、皆さんは、ねえだって言って、やって、それ見て僕、めっちゃ面白くて、みんな帰りたがってんのに。一人で引き止めてると。一人で収録伸ばしてると。紅白何十回出てるから。紅白何十回出てるから。紅白バックに。はい、これ、これ、写真の思い出撮りたいって。私、紅白の歌手だよ来年ドミノだよみたいな。ドミノだよ来年ドミノ倒すよドミノ倒すよ言わねえよ。言わねえだろ、そのこと。ドミノ倒すよ。いい人それで、キャラクターがいい。めっちゃ面白くて、僕、話しかけに、水森さんも面白すぎましたって言って、みんな帰りたがってましたよ。気づかなかった
帰りたかったっていうので後半行きましょうってなって仲良くならせてもらったんですよ。なるほど、ね、面白い人、面白いだよ、明るいですね。そうなんだよ、ずっと太陽みたいな王子かなんかあっちの方だな、下町の人でね。そうです、そうです、東京のカラッとした芸人さんが好きでね、うん、好きで、うちのマネージャーとも仲いいっていうので、ね、そうね、サンドさんともね。さあ、それじゃあ新一くんは日本放送で日曜日、はい、はい、そうでございます、うん、日曜日の夜21時10分から21時40分まで、これ野球が押したらその後でやるってことか、野球がある人だもんな、日曜日は、ね、そうですね、大体野球とかだと僕の、はい、そうですね、ちょっと押してくるわけだね、はい、お見送り芸人新一のえちょっと待って、こちらの方も聞いていただきたいと思います、うん、はい、ぜひ聞いてください、はい、詳しくはグレープカンパニー公式ホームページをご確認ください、はい、じゃあ最後に挨拶となんか告知でもありましたらどうぞ、はい、メッセージ最後にですね、はい、もう告知とかはもうやりません、田川先生、ロケット弾を切ってください。林家正楽か、それだけでいいです、今日はそれだけでいいです、頼みに来たの、はい、ロケット弾を切ってください。お見送り芸人新一さんでした。はい、相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800、 東京税理士会所属税理士法人48。この前知り合いからしじみをいただいたんですよ。へえ、しじみいいですね。でね、うん、すっきりしない朝しじみ汁を作ってみたんです。一口ずずってすすったらまあ染みましたね。すっきりしますよね。栄養たっぷりだし、うん、また飲みたいじゃないですか。このすっきり感をもっと手軽に手に入れるにはどうしたらいいだろう、そこで調べましたよ。で、見つけたのがしじみ習慣。しじみの栄養ほぼ丸ごとソフトカプセルで飲みやすいし、これしかないという感動をね、先に伝えたかったんです。ちょっと試してみたいというあなた、この後のナレーションお聞きください。販売実績は1300万箱を突破。2011年1月から2023年11月の TPC マーケティングリサーチ食品13年連続売上ナンバーワンのしじみ週間です。まずは29種類以上の栄養成分、9種類の必須アミノ酸、ビタミン B12、カルシウムなど、体をいたわるしじみの栄養がほぼ丸ごと入っています。しじみそのものを煮出したエキスです。ちょっと試してみたい、実感したいというあなたへ。初めての方に限り、1300円相当が無料。サンプルを2箱無料でお届けしています。サンプルは1箱の中におよそ5日分10粒入っています。それが2箱なのでおよそ10日分ですね。実感できますよ。お問い合わせは 0120-443-012、 0120-443-012 まで。さらに送料も無料。1世帯様1回限りとなります。お電話お待ちしています。それでは電話番号をもう一度。お問い合わせは0120-443-012。お届け返品なども0120-443-012 までどうぞ。自然食券からのお知らせでした。大月みやこ、五代夏子、香西香織、火曜ビッグステージ2024、6月20日木曜午後2時からサンシティ越谷市民ホール、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553IS まで。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送、高田文夫のラジオビバリーヒルズ。お便りいきなり大笑い。今日はなんだっけ、トレーニングの日。トレーニング、ね、トレーニングね、はい、はい、私とトレーニングでいただきました、はい、ラジオネームレレレの中年さんです。トレーニングといえばマジカルラブリー野田クリスタルさんがやっているクリスタルジム、うんうんうん、ナイツの土屋さんもそこでトレーニングしているそうなんですよ。今来いや店舗ですって、これすごいパーマかけすぎだよっつったら、いやこれ地毛なんですよって、なんかさ、なんかアメリカの子供みたいなさ、終戦直後のアメリカの子供みたいな、ドカーッのパーマ、タオルがすごかったですね。これ自前なんですよ、天然パーマなんです。仕事は伸ばしてるんですよ今。そうね、そう、先週1週間で休みだったからね。そうですね、ね、はい、はい、お土産をいただいてありがとうございます。2階からバカ野郎さんです。トレーニングで思い浮かぶのはミヤゾンです。
あ、ミヤゾンね。あ、世界の果てまで一滴でミヤゾンが各国の職人技を習得しないと帰れない、国に帰れない日本に帰れないという企画で、ね、はい、波の人なら何年もかかりそうな技を数日でトレーニングして、ミヤゾンさんの身体能力、アロックもそうだね、独立したんだよな、事務所の、うん、そうそうそう、うん、すごいなと思います、はい、そしてラジオネームうーなっぺさんです。トレーニングといえば思い出すのが、ビリーザブートキャンプ、あ、流行りました、あ、流行ったね、あれ CM ずっとやってな、はい、うん、ビリー隊長の激しい動きで人気爆発でしたが、あれすごかった、人気の成長もんだな、でも、うん、私は5分と持ちませんでしたよ、あれは本当にハードすぎでした、ということでございました。たくさんいただきました。あとじゃあ1番ぐらいいけるか、はい、はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔、スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと、30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのように、あなたが受け取れる可能性があるか、すぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ、過払い金の無料確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょう、と大思いの方。実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお題です。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから、現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。続いては、ハロー千葉です。したけどね、面白かったですね。お腹の中真っ黒でしたけど、真っ黒でしたけど、はい、明日火曜日はゲストは舞踏家で歌手の花園直道さんが、先日ナイツの代わりだった黒沢くんね、そう、最初登場だな、はい、はい、そうです。そして水曜日はゲスト11時台は民謡歌手の小山雄大さん、うん、そして12時台は俳優の小沢幸義さんがいらっしゃいます、はい、そして木曜日は清水美智子さんとナイツ、はい、音楽道場破りすごい新人リクエスト、うん、謎かけのお題は林家木久扇師匠で、最終回 ね、 やってみんなで黄色いタオル着てた黄色いタオル、さよならさよならでな、それこそこの歌だったね、はい、はい、そして金曜日は高田文雄先生、はい、松村邦弘君、磯山聖香ちゃん恒例週刊 IQ クイズでお楽しみください。そして来週月曜日スタジオに来るのはゲストは、大川工業大川豊総裁でございます。いろいろと今総裁は、ね、福祉についてすごい研究してるんだよ、勉強してるんだよ、でいろんな対談してる本も出したしね、大川総裁の福祉論か、はい、本出ましたんでね、新刊でございます、うん、はい、というわけで、そしてですね、はい、夏休みを終えて、はい、あの男たちが帰ってきましたよ。そうでございます。隣のスタジオナイツさん、ノーラちゃん、はい、よろしくお願いします。どうもです、ノーラさん、ありがとうございました。まず、はい、土屋はどこ行ってたんだ？土屋は長野に行ってきました。はい、
カーリング体験をしてきました。カーリング、はい、なんで体験すんだよ、なんで体験すんだよってなんですか体験したの、なかなかできないじゃん。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。子供やってた、子供と一緒に喜んでた。スーパーショット出ましたんで。あ、そう、はい、カーリング面白かったですよ。花は沖縄の方か。僕はね、沖縄でちょっと子作りに励んできましたね。またお前は相変わらずくだらないなこと言ってんの、相変わらず子作りに励もうかなと思いましたね。励みます、励みます、励みましょう。見せたい中だから、ハブシュ飲んで、ハブシュ飲んで、ギンギンで、どうした、ギンギンスティック、はい、劇団スティック速乾でございますよ。売れたの？売れましたよ、4月9日、10日。心配だから言ってあげようと思って、席埋めてやろうと思って。もう流れるような棒読みの名付け親ですから。そうだよ。先生が作ったものだと俺は思ってますから。劇団として、はい。じゃあ、ミュージカルって本当？そうです。ミュージカル？ミュージカルやりますよ、ね。ミュージカル。ノラちゃんはどうすんだ、休みがないの？ジュリアナーズ東京に行きます。ジュリアナ東京に行ってきます、はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、ゆまりはまた明日です。さよなら。